ということで、はい、いよいよ PCDJ にチャレンジということでございます、はい、で一つ申し上げておきたいのは高級なあの PCDJ というかトップスペックな PCDJ とはいえ、はい、全然難しいことないですよね、うんうん、そうですね、むしろちっちゃいやつの方が難しかったりします。すごくシンプルで質が高いものだというふうに思ってください、はい、例えば、メルセデスベンツを買いましたと言ってもアクセルがシフトを押しながらアクセルとかそういうのはないんだ長押しでとかだからそういうことじゃないということなので、はい、初心者の人でも安心してですねプレミアムな、PCDJ 体験が味わっていただけるんじゃないのかなというふうに思います、とはいえですねパソコンは必要ですね皆さん、はい、ということで、陽介肝心の愛機を、出します、エプソンエンデバー、はい、これを出します。最近ちょっと壊れ気味っていうね、うん、ここがこう感じなんですけど、はい、じゃあこれを挿しました、はい、で、セラート TJ ですね、を今もうインストールしてあります。で、まず対応のですね、はい、ソフトを説明したいと思います、はい、先ほど陽介管理人が、申し上げた、レコードボックス DJ、これは当然差し上げるからには対応してますね、はい、これで対応してなかったら鬼だよもちろん使えますよ、はいはい、これと、あとはセラート DJ、 セラート DJ は何だっけ、コンバーチブル何とかだったっけ、まあ忘れましたけど、はい、買わなくてもいいです、はい、セラート DJ を下ろす、ダウンロードして無料で使えます、なんと本ちゃんですよ、セラート DJ イントロっていうやつもありますけど、そうじゃなくて、もう一番いいセラート DJ って2つしかないんだけど、それが使えるとで、トラクター、トラクターに関しては、これは欲しい人は別売りで買ってください、もしくは持ってる人はすでに、うん、持ってる人はもう使えますということです、はい、で、TSI ファイルって言ってトラクター用のマッピングファイルがありますので、はい、DDJ SZ 専用のそれをやってもらえばトラクターも超豪華な、プレイができるということで、はい、よろしいですかね、はい、はい、じゃあバーチャル DJ もいきます。あ、てかついてる、ついてます、ついてんのよあ、プロでしょ、しかも。そうです、バーチャル DJ もですね、まあ結構アニソン界隈とか、はい、あと最近、はい、ディスコ、はい、ディスコ界隈で結構バーチャル DJ プロって多いってことに気づきましたけど、陽介さんに、バーチャル DJ プロもついてると。1万いくらするでしょ、あれ確か。シリアルがついてて、うん、サイトで入力するとダウンロードできるっていう、やばいですね、はい、やばい、さすが最高級、はい、最高級、最高、まあもっと上があるんですけど、はい、まあほぼ最高級、そうですね、はい、いうことでございます。じゃあ早速今回はセラート DJ で、はい、ちょっと行ってみたいなと思います、はい、じゃあよろしいでしょうか、はい、はい、どうぞはい、サクッと、はい、そうするとこうやって光ってですね、このような感じで、アサインされると。で、まあ、画面出てきましたね。で、実際にですね、このような感じでですね、ここ見てください。このような感じでくる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 やると、こうやって曲が、選べるようになるという感じです。はい。うん、で、決定するときはこうやって押すと。そうすると曲が入ります。はい、このような感じですね。入ります。で、一つ準備があって、ここのですね、ちょっと見にくいけど見えるかな？ここですね。ここの、さっきですね、ターンテーブルにしたので、フォノになってますけど、これ USB にしてください。PCDJ をやる場合は全部、ここを USB にするという感じになります。はい。で、もう準備 OK ということでよろしいですか？はい。はい。じゃあちょっとやりましょうか。はい、おー、ということで。やっぱりね、スピーカーがいいと違う。そうですね、もう最初のドンが、全然違う。最初のドンが全然違います。はい。はい、じゃあちょっと、まず音を流しましょう、うん、はい、うん、どうですか、いいっすもうちょいこうプロっぽいいいっす、ね、はい、
オトレポ。いやー、やっぱり違いますね。よく聞いてるのは正直3万円台、4万円台とかそれぐらいのコントローラー聞く機会がやっぱ多いんですよ。うん、よくで、よく売れてるとか、そうね、試合が多いんで、うんうん。それはそれでいいんだよ。そうです。うん、全くディスってないです。はい。うんうん、ただ、やっぱり、まあ、ケーブルも今回いいですし、スピーカーもいいですしっていうところで、うん、本当に最初の出音で全然違いましたね。うん、はい。で、これも、電源がそれぞれに入ってるバイアンプ。出ました。スピーカーなんでバイアンプ、はい、うん、よくあるのはここにL と R のアンプが入っていて、うん、でここからスピーカーケーブルが出ていて、ここの中に1個アンプがあって、それで信号を送って LR 出すっていう方式があるんだけど、なんとこれは電源が1個1個ついてると、でコンセントが2ついるじゃないかと、はい、嘆く皆さんは甘い甘い。なんとこれ1個につき1個のアンプが入ってるから、信号が干渉するリスクが減るんですね、はい、なので、音がいいということになります。そのバイアンプを実現してると。そうですね、うん、だからやっぱりね、端的に言うとですね、これでドスッと、うんうん、でやった時に買っちゃったなみたいなそんな感じじゃないですか。なりますね、絶対なります、ね、これはなるでしょう、はい、うん、めちゃくちゃいいっすよ皆さん、はい、これ、うん、いうことでございます。で、あとスピーカーの置き場所ですね、できれば耳の近くに置くといいと思います。で、これオタレコで開発しました、はい、耳の近くにできる DJ テーブル用のですね、スピーカースターのカルドって言いますね。これよかったら一緒に買うといいかもしれないですね。こういう環境でできる人はね、うん、まあ中にはあぐらかいてどうのこうのとか、はい、こういう感じでやってる人とかたまにいます。まあそういう人はまあ意味ないんであれですけどね。はい、いうことでございます。で、基本的なミキサーの説明はさっきしましたけど、基本的なセラートの機能に関してはもうほとんど網羅してると言っても過言ではないです。はい、で、まずは、ここですね。はい、ここにご注目ください。まあ、ただの再生と Q じゃないかと思うんですけど、これはパイオニアの高級な CDJ と同じ仕様になってます、うん、もうここが品質の良さを物語ってるという感じでございます。で、もうね、ここら辺に尽きる本当に。正直言って別にそんな難しいこととか超ハイパーマニアック機能とか別にないっす。ないですね、うん、ないんだけど、一つ一つがひたすら拝みたくなるね、うん、はい、こういう感じでね、はい、はい、いうことでございます。で、これ皆さん、これはい、これですよ、はい、これはパイオニアのもう CDJ1000 とか、はい、それぐらいの時代からおなじみの表示ですよね。はい、はい、もちろん止まりますという感じで、高級な、CDJ と同じ仕様になっているということでございます、はい、なんで PCDJ ってちょっとなんかこう、いわゆるちょっとこう落ちるみたいな、そういう安っぽさは1ミリもないですね。ないですね。はい、いうことでございます、はいはい、で、どうしよう、まあバッと説明していこうかな。はい、じゃあもう上からいっちゃおうかも、機械的にね。はい、まあ、注目の機能だけピックアップしていきます。はい、まずこれですね、ニードルサーチ。ニードルサーチに関しては、ちょっと画面を、見てもらって、はい、今これセラートの画面ですけども、ニードルサーチをやると、通常はですね、早送りするとこういう感じでこうやってやんなきゃいけないけど、鬱陶しいと、はい、はい、で、だったらじゃあマウスでこうやってやるのかと、うん、あれこっちかな、あ、これか、はい、うん、こうやってワープするかというふうにやると、はい、今時のかっこいい PCDJ の人は、はい、マウスをあんまり使わないと、そうですね、うん、いうことが結構大事なんですよね、はい、はい、いうことで開発されたのがニードルサーチです。終わりら辺に行きたいなと思ったら、ここをピッとやります。じゃあちょっと画面を映してみてください。いきますよ、ピッ、ほらすごいでしょ。ちょっと最初らへん戻りますよ、ピッ、ほらここ、今ここね、うん
また噛み合ってないな、うん、ここですね。で終盤まあ、いきますよ。ほいほらっていう感じで即座にジャンプできます。これをニードルサーチって言います、はい、なんでニードルサーチって言うか知ってますか。知ってます。はい、じゃあ行ってみてください。ですね、はい、このレコードの針、うんうん、針周りがニードルなんですけど、はい、今2回言いましたよね、はい、がでこう頭にから再生したい場合はここからここに針を置きますし、途中から再生したい場合は、まあ、2曲目3曲目ってあるんですけど、こういう風に途中に置くんですけど、うん、それを、もじったというか、イメージした針を置く場所、うんうん、っていうことですね。あとですね、はい、そうですね、もうこれもんです、はい、これですよ、これ、はいはい、うん、これ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 みたいなね、はい、いう感じで、まるでレコードを触ってるかのごとく感覚的に曲を飛ばしたりできます、はい、まあ、あのピンと来ない人もいるからやりますけど、これでこうやってやるでしょ。それからこうやってで、真ん中にしたかったら単純にレコードの場合はこうやって終わりらへんにしたかったらこうやって、まあ、みたいな感じでできるんだけど、それを感覚的にやったっていうのがニードルサーチ、はい、これは素晴らしいということでございます、